塩化セシウムは化学式 CSCL で表される無機化合物である。無色の個体であり、セシウムイオン元として様々な用途に使われる。結晶構造型の一つとしても知られる。水酸化セシウム、または炭酸セシウムと塩酸の反応によって調整される。得られる塩は再結晶して生成される。塩化セシウムの単位合子個体はイオン結晶であり、 アニオンとカチオンの組み合わせからなる単純立方合子である。1、1の素性比を持つ塩の結晶において、2種のイオンの半径がほぼ等しい場合には塩化セシウム型の構造をとる。塩化セシウムの場合では、各塩化物イオンは8個のセシウムイオンと隣接する。塩化セシウム型構造をとる化合物として、中化セシウム、溶化セシウム、また、銅、亜鉛や鉄、 ロジウムの1、1合金などが知られる。一方、イオン半径が大きく異なる場合には、バスケットボールの隙間にゴルフボールが挟まったような構造、すなわち塩化ナトリウム型構造をとる。塩化ナトリウムの結晶中では、核塩化物イオンは6個のナトリウムイオンと隣接する。導電性ガラスの製造に用いられる。塩化セシウムはまた、DNA の遠心分離を行う際に広く、 用いられる。透密度遠心法と呼ばれる技法では、塩化セシウムの溶液を遠心分離し、遠心力と分散力によって、遠心間中に濃度勾配を作り出す。この溶液を使って DNA を遠心分離すると、DNA の核断片は溶液中で密度の等しい部分にそれぞれ移動する。この現象を利用し、密度の異なる DNA を分離することができる。 非放射性の塩化セシウムは、がんの代替医療に利用できると主張されているが、科学的根拠で裏付けられたものではない。カナダ保健省によれば、継続したセシウム化合物の使用は命に関わる、心臓病のリスクをもたらす、可能性がある。放射性同位体を含む塩化セシウムは、がん治療におけるシンチグラフィに使われる。放射線源の製造においては、普通。 事故が起こった場合に備えて分散しにくい。科学種が選択される。例えば原子力電池には水に不要なチタン酸ストロンチウムが使われる。しかしながら、対外放射線療法用の宣言には高い放射能濃度が要求されるため、不要性のセシウム化合物ではこれを調整することができない。放射性塩化セシウムは通常、指抜き型の缶に入れて放射線治療用の 宣言として利用される。ブラジルにおいて、このような放射宣言が廃病院から盗み出され、これを破砕することによって、ガンマ線被曝が発生する事件が起こった。ありがとうございます。